こんにちは、バリアスポーツ秋山とつるつる天谷愛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つるつる天ですか、今日は。つるつる天。何ですか、頭がつるつる天ですか。あざっすではなくて、いや、スケートリンクなんですよ。あー、コートが滑っちゃった。はい、あ、なるほどですね。多分シューズ変えた方がいいです。あざっす。新品あざっす。はい、ありがとうございます。よし、今日のペアですけども、はい、井口谷愛ペア。はい、対戦相手、はい、シンボバスのおじさんペア。はい。新キャラっすね。新キャラ登場でございます。はい、まあ、谷愛さんのお知り合いの方ですね。そうですね。僕はまだ一度もお会いもできてないんですけど、はい、あの、解説させていただきます。あ、お願いします。じゃあ見ていきましょう。はい、お願いします。うん、始まりました。始まりました。手前がバスのおじさんシンボペアですね。はい、最初からニコニコしますよ、なんか。おおおアグレッシブ。アグレッシブだな、最初から。すごいですね、今の。今のシンボさんのバックプッシュやばいっすね。やばいっすね。よく入りましたね。はい、えぐかったっす。おお、相手攻め攻め。アグレッシブだな。相手攻め攻め。おお。今でもフレームの音しましたね。あ、バレましたか。はい。ガシャンって言ってました。おー、でも盛り上がってますね。盛り上がりっす、これ。はい、前半からかなり、はい、テンション高めって感じですね。ワイワイって感じっす。はい、あー、シャイ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 。ソウル？はい、あざっす。はい、あざっす。いいっすね、いいっすね。はい、あざっす。遠い。ワンチャンアウトだったかな。いや、でも、いや、でもまあ、まあ、入ってたと思いますよ。でも入ったんすかね、ギリギリ。まあ、動画内なんでちょっと分かんないですけど。はい、早い。スマッシュ早いですね。はい、早いですよ。バスのおじさんスマッシュめっちゃ早くないですか。バスのおじさんスマッシュめっちゃ早いです。めっちゃ早いですね。はい、おじさんじゃないですね、スマッシュが。全然、あの、現役高校生みたいな感じで。おぉ。おじさんなんでね。そう、なるほど、はい、一発打つと疲れちゃう、はい、なるほどなるほど。おじさんなんで、はい、そういうのもあるんです、ね、はい、はい、あざっす。うまい。はい、あざっす。レシーブ決まってますね。レシーブ決まってますよ。煽ってますよ。煽ってますね。煽ってますよ。煽りすぎた。煽りすぎす。怒られます。ダンスしてました。確実に僕だったら怒ってます。出身に言ってます。レッドカードです。おいおい、まあ、試合本番ではやらないですからね。そうですね。さすがにさすがに。ちょっと高いですね。ファイブボール、まあ、序盤かなり拮抗した感じですね。はい、手前のペアが攻め攻めで、奥のペアが結構レシーブでっていう感じですね。もっと高い。ちょっと今のアウト臭かったな。惜しいですね。いいぞ。お、いい。これよく見ていただければ分かるんですけど、はい、谷愛もうツルツルなんですよ、さっきから。マジですか。もうやばいっす。もうツルツルです。全然分かんないです、ね、もうスケートリンクっす、ここ。僕もですけど、ここ滑ったことがあんまないんで。そんな滑る印象がないんで。おかしいな。体重かな。体重かもしれないですね。体重制限があるのかもしれないです、この体育館は。なるほど、はい、あお、痛い痛い。打ち抜かれました。今のは痛い。打ち抜かれてますね。あー、それ、それもったいないですね。ちょっと離されてきましたね。5ボールから4点連取されてるって感じですね。やばいっす。ここはこっからっす。そうですね、ここは切りたいですね。マジ滑ってんですよね。本当ですか。いいドロップ。いい、いいよ。おー、
はい、いいですね。はい、この今長いラリーをしっかりと決め切る形で取り切れたっていうのは大きいです。かっこいい決め方だ最後。そうですね、いいプッシュ、決め方がかっこいいっていうのもそうですけど、はい、勢いがつきますから。はい、この後変なミスしなければ連続でどんどん得点を。いいですね。いいよ、うまい、うまいですよ。ラリー長くないですか。ラリー長いですよ。はい、おお、まあでも攻めた結果のミスなんでね。まあ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 、本当にしょうもないミスよりは全然いいです。まあ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 、はい、確かに。いいドロップ、あー、まあタイミングが良かったですけどね。はい、いいドロップでしたけど、くそー、ちょっと離されてきてますね。ゲームシックスはまずい。あれ、うわー、お見合い来た。いやー、真ん中ナイスショーですね。いやー、お見合いだな。付き合ってますからね、井口君と。はい、まあ大学も一緒ですからね。はい、大学も一緒なんで。はい、しかも免許合宿一緒に行ってますから、ね、はい、もう付き合ってんすよね、もう。まあ確かにそうですね、はい、2人一緒みたいなところありますね。なんかずっと持ってプリクラ撮ってますよね。あー、やばすぎ。そんなこと言わないでください。あー、やばいやばい、はい、すいません、本当に撮ってみたい。あー、ごめんなさいごめんなさい。うわ、やばい、あ、攻め切られた、やばい。いやなんかおじさんたちの方がなんか生き生きしてませんか。おじさんたちって親睦に言うとちょっとまた怒られますよ。また怒られます。この前も怒られてました、谷谷さん。何がおじさんだって。それあんま良くないよねって言われてましたよ。はい、どう見てもおじさんだっつって言い返してましたよ。やばいっすね。やばいやばいやばい、終わった。僕は知らないです。僕は擁護しないんで。あ、なるほど。僕も同じおじさん扱いされてるんで、あ、僕は擁護しないです。はい、はい、ありがとうございます。時期にね、もう今年中にね、おじさんになる人がね。確かに、確かに、確かに。はい、アラサーになっちゃう人が、ね、アラサーになるっていう、はい、まだ自分はアラサーじゃないんで、はい、まあいいですよ、もう今だけですから、はい、言えるのはね。あ、なるほど、はい、僕らと同じステージに立つんで。あ、おお、それは、おい、若い若い人どうした、本当構えてなかったっすね、今。疲れてるのか、まあ単純にコースが読めなかったのか。いやー、なんか今足に来てます、相当。もうなんか、いやー、うわ、やばい、ちょっとサボり気味じゃないですか、これは。やばい。ダブルスコア、ダブルスコア、やばいやばいやばい、やばいっす、これ。そうですね、これはちょっと、まあ、控え室のどうですか。ちょっとここからここから行きたいです。ここから行きたい。まあ、点数間違っちゃってるらしいですね。ナインシックスですね、本当は。はい、これ10シックス数えてますから。はい。じゃあまだ6点差だと思ってるってことですね。はい。いいメンタルですね。いいメンタル。はい。いいよ。うまい。ヘアピン。いや、いいヘアピンだな。いいヘアピンですね。やっぱ高身長の井口さんだけできる、はい、ネット前のもう高めからのギュルンギュルンヘアピン。シングルだな、打ち方が。そうですね、ダブルスプレーやんないっすよね。はい、終わった。井口さんが絶望してます。床になってる。あ、やばい、あら、 AT 点やばい、ちょっとやばいですね。やばいやばいやばい、ちょっとおじさんには負けられない。負けられないとか言いながらこれやばくないですか。やばい、あと3点でマッチポイントなんで、僕理論でももう完全に死亡ですよ。完全に終わってるって感じですね、はい、いやでもこっからちょっと意地見せたいですけどね。そうですね、いいスマッシュがいいです。よしよしよし、さあここから行きましょう。はい、これ12 AT って数えてる。はいはいはい、まあ、とりあえずあと6点取りたい。とりあえず6点です。おい、ヘアピン、ギュルンギュルン来た。はい、あざっす、ギュルンギュルンっすよ。えぐい、ヘアピンもいいですし、あれはあれ、井口さんの後ろのショットもめっちゃ良かったっす今。あれ目が回るわ、あれはギュルンギュルン。目も回るわ。まあ、まあまあ、まあもうノーコメントで。はい、あざっす、いい、いい、いい爪だ、ほらほらほら。頭おかしいっすよ。いやいやいや、気合入ったっすね。気合入ったっすこれ。いいっすね。はい。お、いい前衛だ。うまい。やっぱ年季か。あ、うまい。うまいっすね。年季があんな、やっぱり。年季あるショットっすか。
年季サーブ来ますよこれ。年季サーブ、はい、年季サーブって僕は言えないんですけど、逆になんかもう、はい、同い年なんで失礼失礼とかっていうより、あの僕も自分のことを自虐してるみたいになるんで。確かに声出てますね。面白いですね。面白いです。見ててすごくなんか盛り上がってる感が。バスのおじさん面白いですね。すごい、一番若々しくない？一番若々しいです。一番元気です。一番年なの。一番年とか言ったら失礼ですね。失礼な失礼。はい。しんぼさんよりも確か、はい、はい、年上の方です。あ、そうなんですね。はい、ごめんなさい、僕は本当にお会いしたこともなくて、はい、全然わからないんですけど。はい。はい、本当優しい方。そうですよね、もう、はい、にじみ出てますね、はい、なんかいろいろ本当いい方なんです、ね、はい、僕も早く一緒にバドミントンやりたいです。あ、終わっちゃいましたね。終わっちゃった。はい、正座してますよ。谷さんの負けです。はい、いや年季があったな。お疲れ様でした。つるつる。いや、なんかつるつるは確かにちょっと分かんなかったですっていう言い訳。はい、はい、ごめんなさい、ちょっと僕は分かんなかったですけど、はい、まあ、試合自体盛り上がってました。はい、いや楽しい試合でした。そうですね、はい、やっぱりこういうバドミントンする上でね、楽しむっていうこともね大事なことなので、もちろん勝つことも大事ですけどね。スポーツって楽しくなきゃやっていけないんで。確かに、まあでもこれを仕事にするといろいろなんか、ね、はい、あ、またまたまた変わってくるとは、ま、色々と、そう、実業団の方とかはね、はい、結構辛いってますけどね。はい、辛いと思うんですけど、はい、まあでもやっぱ楽しめるうちは楽しんだ方がいいです。そうですね、はい、間違いないです。まあ、これからバドミントン楽しんでいきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また動画概要欄にインスタグラムのリンク載せてありますんで、ぜひフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。